こんにちは。これはですね、おそらくは Isuzu の Giga ではないかと、このバンパーの形から思われるんですが、ちょっと殻の部分がね、もうジャンクだったので、もう取れてなくなってるんですね。で、他のミニカーと合わせて、まとめて、まあ50台ぐらいあったのかな。一袋に50台ぐらいありまして、まあそれで300円ぐらい売ってるんですね。たまにああいうおもちゃの扱ってるようなリサイクルショップ行くと、まあ、でかい透明なケース、あれ結構意外と買うと高いんですけども、透明なケースの中に、たまに行くと300台とかね、結構たくさん入ってる時はたまにあるんですね。で、そんでものすごい安くって1500円で売ったりとか、まあ500円とかね、300円とかで売ってる時があるんですね。で、まあそういうところに行くと、たまにそういうものを、まあ細かく探していくと、結構レアなね、掘り出し物とかが出てくる場合があるんです。で、これも、やはりその中の一台の掘り出し物だと思うんですが、まあこういうふうに、かなり古めの感じのトラックだなと思いますね。かなりもう20年とか24、5年ぐらいは経ってるんじゃないか、もっとそれ以上経ってるかもしれません。1991年とか5年とか、まあそのぐらいは経ってるんじゃないかなと思うんですけども、まあこういうふうな荷台でして、で、これ面白いことに前が中国製なんですが、多分後ろが日本製かなんかだと思うんですね。で、まあ非常にこう、面白くてこうやってね、車がこう、ずっとこうね、止めれるように今なっているという構造の車だなというふうに感じるやつでね。なかなかこう時代をこう感じてくれる、そういった、車にはなっていて、まあなかなか面白いんではないかなというふうに思う、ミニカーですね。まあ時代をこう感じてね、今こう平成も終わってしまいますので、まあそういう時代と比べたらね、おそらく2桁はいってるんじゃないか。あるいは、1桁だ、平成の1桁だとしても、まあ、かなりの年月を感じるやつです。もう30年は経ってる可能性も高いですね。で、こういうふうに、荷台がこうスロープになってて、で、まあ、ここから、こう、車が入ってきたら、まあ、これを、上げて、で、目いっぱいまで上げられるのかな。まあ、上げて、で、こう、しまうという感じで、まあ、こんな感じになるという感じですかね。まあ、なかなか、面白いといえば面白いし、なかなかいい感じにはなってるかなという感じですね。というわけで、どうもありがとうございました。